パットナム軍はアメリカ合衆国のジョージア州にある軍。軍庁所在地はイートントンである。2000年国勢調査時の人口は18,812人だったが、2007年の推計時には21,251人に増加した。アトランタ大都市圏に属す。アトランタ、アセンズ、メーコンなどの中規模都市だけでなく、オコニーコにも近いことから、 近年住宅ブームが起きている。衆議会の決議により1807年12月10日に設立された。軍名はフレンチ・インディアン戦争や独立戦争で先行を挙げたイズラエル・パットナムにちなむ。国勢調査局によると、この軍の総面積は934平方キロで、うち892平方キロが陸地。 総面積の4.46%に当たる42平方キロが水域となっている。2000年の国勢調査時点で、この軍には18,812人、7,402世帯、5,477家族が暮らしている。人口密度は1平方キロあたり21人で、平方マイルに換算すると55人となる。住居数は13,19件で、1平方キロに、 平均12件が経っていることになる。住民のうち白人は51.45%、アフリカ系は41.90%、ネイティブアメリカンは0.20%、アジア系は0.66%、太平洋諸島系は0.04%、その他の人種は0.82%、混血は0.92%、ヒスパニックは2.16%を占める。 2000年国勢調査の結果をもとに作成した軍の人口ピラミッド7402世帯のうち28.5%は18歳未満の子供と暮らしており、56.8%は夫婦で生活している。12.8%は未婚の女性が世帯主であり、26.0%は家族以外の住人と同居している。22.0%が一人未世帯で、 7.8%を、独居老人の世帯が占める。1世帯あたりの平均構成人数は2.50人、家庭の平均構成人数は2.90人である。住民のうち23.2%が18歳未満の未成年 7. 7、7.7%が18歳、以上24歳、以下、27.0%が25歳、以上44歳、以下。 28.0%が45歳以上64歳以下、14.1%が65歳以上となっており、平均年齢は40歳である。女性100人に対して男性が97.0人いる。一方、18歳以上の女性100人に対しては96.4人いる。 一世帯あたりの平均収入は36,956ベイドル。家族ごとでは43,262ベイドルである。男性の平均収入は39,900ベイドル。女性の平均収入は21,823ベイドルで、労働者でない人々も含めた、住民一人あたりの収入は21,161ベイドルとなる。総人口の14.6%。 家族の10.5%、18歳未満の子供の20.8%、および65歳以上の高齢者の9.8%は、貧困線以下の収入で生計を立てている。ありがとうございます。